どうもガロです、お願いします。ということで今回はですね、ちょっとあの将棋ウォーズで対局するのではなくて、ちょっとね面白い棋譜を見つけたので、その人ご紹介させていただければと思います。はい、ということで早速ね見ていきたいと思います。はい、まずあの先手番ですね。先手番2六歩で、まあ居飛車相居飛車の立ち上がりになります。でここでこうやって角交換をして、まあ角換わりの将棋に変わっていくと、まあよくあるやつですね、よくあるやつです。でこれですね、後手番の戦法が一応まあ右玉になるんですよ。でね、まあ、この3七桂に対しては、まあ、右玉をするのであれば、まあ、5二金と上がる、そうですね、これしかないと思います。はい、でこうすればね4五桂速攻が受けれるんで、ではこれ銀上がり、まあ俺だったらもう7四歩7三桂跳ねてから6三銀って上がるかもしれないですけどね。まあ例えばなんですけど、まあ、いけるかどうかはね怪しいんですけど、こうやってまあどうかな、まあまあこうやってこうやって、え、例えばねこうやってやったら、まあ、場合によってはね、まあ、ちょっと無理かもしれないけど、こういう手もちょっと見せれることは見せれるじゃないですか。だからもうちょっと警戒させていくっていう感じですかね。まあ多分ね、多分無理かもしれないけどね金がね6一にいるより5人にいるんでちょっと怪しいんですけど、まあ、こういうのもあるよということで、まあ、俺の場合はあの7四歩から行きますね。でまあ6三銀から、そうこの変化でいくとね、まあ、後継跳ねるじゃないですか。でそうこれなんですよ、これがねめちゃくちゃ嫌なのあの通常であればこうね6八玉と上がってから相手右玉だなって分かったらこうやって寄ってくる人はいるんですよ。まあ、これならね、まあ一手損するし、まあ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 、まあやろうかなって聞いたんだけど、これがね一番ムカつくんですよこれ一番ムカつくやつで、まあまあでね、この形、相手が5八角型ってことは確実にこうやって地下鉄飛車をしてくるんですよね、地下鉄飛車してくるので、絶対にもうこれだけは覚えてください。絶対にこの形だったらこうやって寄らないでください。7二玉って寄った瞬間、この手が敗着になります。俺ね、前にね、鬼神相手にこうやったことあるんですけど、これね、本当にこの一手で負けました。なんで、絶対寄らないでください。ということで、まあ、ここではですね、例えば、まあ、こうついといて、で、まあ、こうやってやってくるじゃないですか。で、こうやってね、こうやって、なんかこうなるでしょ？こうなって、こうなって、こうやって、こうやって、こうなると思うんですよ。で、こうなったら、まあ、ここで銀上がって、で、まあ、桂跳ねて、でまあこう桂跳ねて、で香車上がって、まあ、こんな感じになると思うんですよね、こんな感じに。でこうやると、でこうやってやれば、まあ、こう9五歩来るんですけど、これね7二にいたら超怖いじゃないですか。こいつ超怖いんだけど、6二にいたら別に5三から4二逃げればいいやって感じで、こう攻めていけるんですよ。こんな感じでこれ、ね、お互い攻め合えるんで全然違う将棋になります。はい、まあどう攻めるか分かんないけど、まあとりあえず適当に、そうこれ全然違うじゃないですか。うん、だから場合によってはさ、こうやってこうやってね、こう7人いたら王手みたいなことされる可能性もあるんで、ただ今回の場合はそう、あ戻しちゃったはい、そうだ、なんで、まあ、7人玉は絶対に寄らないでください。で7人玉、寄っていい時っていうのは、まあ例えばですね、まあ本部のように進んでいたとして、ではこうやって進んでいって、まあ普通にここでもまだ寄らないでください。7二は。例えばこうなってもね。まあ、これはこうでいいか。うん、で、7二に寄っていいときは、銀上がったときですね。銀上がってこうやって、これは、4四銀から5五銀でぶつけれるんで、これは、勝負になるんですよ。もう始めが絶対間に合わないんで。これは大丈夫。で、5四銀って上がるパターンか、あとはこう引いたとき。まあ、この時はもうこういけるんだけど、まあまあいいや、まあ、この時はね7二玉って寄っても全然大丈夫です。なんでかっていうと、もうここで地下鉄飛車ってできないじゃないですか。もう、まあ、相手が2九の飛車をねこう9九に持ってくるって、こうやるしかないでしょ。うん、まあ、こうやったらこうやるかもしれないけど、まあそこは置いといて、まあ後手番なんでね、そこは置いておいて、そうこれなら OK なんですよ。なので絶対に5二玉とかね、5二玉とかこの形の時は7二玉だけは寄らないでください。これだけで勝率が多分段違いで上がるんで、はい、お願いします。
はい、で、まあ、本譜はね、こうやって上がっていって、こうやってこうやって寄った、そこの寄ったことによってね、一手遅れちゃうんで、それだけでも損なんですよ。で、あと、まあ、一手遅れるのであれば、5四歩はつかずに、もうこれ三三桂ですね。で、こう跳ねてしまって、で、こうつきましょう。で、まあ、こうやってこうやってやるじゃないですか。こうなるでしょ。で、ここは、まあ、3、4歩もあるけど、まあ、こう打つ人の方が多いです。なんでかって、9、8曲から9、9下があるから。で、こうやってやるでしょ。で、こうやった時に、もうこうやって角打っちゃう。こうすれば、一手、7、2曲の分だけ、損してる分を、5、5歩ってつかないことによって解消できます。であれば、次の3、5歩が、7、5歩か、がつきやすいじゃないですか。例えば、こうやって進むとするんじゃないですけど。進むともうここで7五歩つけますよと。で、同歩だったら歩打ちがあるんで、まあこんな感じになると思うんですけどね。まあこうやってやって。で、まあ、こんな感じで。まあ、あとは適当でいいですけど。あ、そうだ、本当に適当かな。まあいいや。まあこんな感じで。まあこんな感じで。これはもういけるじゃないですか。なので、絶対に7二歩寄らないように。はい。そこだけ、もうそこだけでいいです。地下鉄飛車の可能性があるときは7二玉は寄らない、6二のままでいる、それだけでいいんで覚えてっていただければと思います。はい、ということで、まあ、本文の流れはですね、まあ、ここで5五まで位取っていった将棋なんですけど、そうこれね、5五つくと先につくとこうつかれるんですよ。でこうなるでしょ。こうなるとね、5四角って打ったときに、例えば、まあ、ここは置いといて、まあまあまあいいや、まあね、こうなった時にここで5四角って打ったとしても、まあ、この場合は9五香って走れるんですけど、こうやって、ね、反発されてね、同歩だったら歩打ちみたいな、まあ、何でもいいか、まあ、なんか同銀でもいいか、こうやってやっといて、これ歩打ちが受からないんですよ。まあ、すぐするか分かんないけどね、こうやってやる、これってこういう手があるから分かんないけど、5五歩って角頭攻められる筋が残るんで、なるべくしない方がいいんじゃないかなと。なんで、5五歩突くときは、3三桂馬を跳ねてから5五歩を突いてください。で、ちなみになんですけど、ちなみにね、俺がそれされたときは、されたときはここでね、香車上がってきて、で、まあ桂馬跳ねて、で、ここで歩出てきました。はい、で、同歩じゃないですか。で、桂跳ねて、で、こうやってこうやられて、これで負けた、うん、これで負けた、うん、いや、これはね、どうやっても受からなくなっちゃうんで、そう、ここのタイミングで突き捨てあるんだっていうのがちょっと新しい発見だったんですけど、これもね、突き捨てさすがに7人玉の形なんで放置もできないし、かといってこっちから攻める右側から攻めるっていう手もないので、まあ、難しいんですよね。で、まあ、取るしかない。で、こうやってやるでしょ。で、これも突いたところでこう回られて全然間に合ってないんで、まあ、ここでは例えば、じゃあもうこういう、まあまあこういう感じで、トトロ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 って走ってふーって、まあ横行きで受けるか、まあでもね、右玉の形で8四飛車で横を受けるっていうのはあんまり良くないですよね。基本的に8一に飛車を置いといて、一番下下段の守りとか攻めをしたいので、まあこうやって、じゃあしたいからってこうやって打つじゃないですか。で、こう受けるのはこうしかないでしょ。こうやって受けたらもうこうされてね、これダメなんですよ。これはこれでね、これはこれでダメなんです。ついたところでね、別にね、なんでもないし。で、まあ、あと、まあ、だから本当にそれこそ、ここでの最善が、こういう手の可能性がありますからね。まあ、この場合はこうやって疲れちゃうんだけど。うん。なので、7二玉は地下鉄飛車の可能性があるときはやらないでください。なので、他の手も、他の場合も一緒ですね。例えば、もう一度戻るか。例えば、まあ、こうやってやって、こうして、こうやってやって、ね、このパターンもあるじゃないですか。このパターンも。でも、こうやってこう、このパターン、このパターンですね。このパターンの時も、7二玉は寄らないでください。これも、まあ、将来的に、ちょっとやりますけど、将来的に、まあ、寄ってみるか。こういう手があるんで。まあ、こういう手があるんですよ。これで、地下鉄飛車をしてくるっていう手があるので、これもダメです。もうこうなったら最悪ですからね。6二金まで寄ったらもうほんと最悪だよ、これ。こう突かれて、こう突かれて、こうやって、こうやって、こうやって。これもう端が浮かんないんで、角打ったりしたら、桂馬跳ねられて、同桂に、こういう風に突かれてですね。で、まあこれ、桂取ったら、8六桂があるから大丈夫だろうっていう風に思うかもしんないんですけど、じゃあこれ何するっていう話はあるんだけど。
何する？まあいいや、まあ、何でもいいや。こうやったとするじゃないですか。こうやって上がっといてね。これで次取られちゃうんで8号、まあ、こんな感じになるんでしょうけど、これはもう全然ダメですね、まあ、ここ寄るか分かんないな。こういう手もあるかもしれない、うん、なのでここはもうダメです。なのでこういうパターンの時も地下鉄があるんで注意してください。なんで5-2金型と6-2金型に関してはもう地下鉄される可能性があるんで、地下鉄ないなって思った時に初めて72玉と寄ってください。こういうパターンですね。こうでこうですね、うん、こういうパターンで、この内容に関しても本に書いてあるんで、よかったらね見ていただければと。で本に書いてあるのパターンとしてはこうやった時にこうやってやるやつですね。これは本に書いてます。ただ、直接ここで直接こうやって上がる手に関しては載ってないので一手変わってくるんですよ。で一手変わってくるんで、まあ、5四歩5五歩をつかずに5四角って打つような流れを考えるといいかもしれないですね。なんでここでもうこうやって上がってしまって、でまあこうやってついてきたらね、ついてきたらもうおとなしく引いておいて、では後々まあ何でもいいか、まあ何でもいいか、こうやってやるじゃないですか。こうやってね4筋から逆襲していくっていう将棋も全然 OK です。で同じように進んだとして、でこういう感じで、でこういう感じで、これでもう攻めができるんで、なので相手は4五歩の位とかですね、この位っていうのを取りづらいんですよ、この形って。位取っちゃうとそこをね目標にされちゃうので取りづらいはずです。なのでそんな感じで進めていっていただければいいんじゃないかなと思います。なんでここでは銀上がって、で銀引いて、で桂跳ねて、あ間違えた銀引いて桂跳ねて、でも同じように進んだとしてですね、まあ、ここは交換しておいて、よいしょ、こんな感じでしょう。でもここでもう角打ってもいいでしょ。はい、こんな感じで、うん、で、まあ、まあどうするか難しいんですけど、まあ、こう突く人もいるかもしれないですけど、まあまあまあ普通に進むとしたらもうこれで、もうこれでもう攻めが決まるんで、同歩はもう角なってしまってですね、これは大丈夫です。これは勝ち、これはもう勝ちです。まあ、こういう局面から負けたこともあるんだけど普通は勝ちです。なんで香車は上がれないじゃないですか。なんでまあ受けるんだったら受け方がすげえ難しいんですけど、難しいですね。例えばなんだろうな、まあ、こうやって圧迫しとく、あんま意味ないですよね、この手ね。あんま意味ないんで、まあ、例えばじゃあ8筋は受けとこうと。やっとしてもこれがあるんで、同歩は封じがあるから、まあ、ここでこうやるのが自然なんですよね。でもここも難しい。同桂も同歩もあるんですけど、まあ、同歩で次相手が何もしなかったらこうついてこうやってこれがあるんでいけるんですよね。なのでここではまあこう払ってくるんですか。でもそれでもねこれがあるんですよ。そう、こんな感じでね攻めていけるんで攻めがつながります。はい、というわけでまあここでこんな感じかな。でこうついたらこうついて、こう取ったらこう取ってこうついたらこう取って、でこうしたらこうみたいな感じですかね。まあこれはでもねなってしまって取られるんですけど、これね金も取れるんでこれはだいぶいいです。はい、という感じに指していけば全然勝負になります。はい、なので基本的には、まあ、3-6の地点も狙ってるんですけど、まあ、メインとしては7-5ついて7-6の地点を狙っていくっていうのがいいんじゃないかなという感じですかね。なんかねこれね、ちょっと対局者は隠してるんですけど、なんかね先手番が5段でね、後手番が16級なんですよ。なんか16級の方でもここまでね差しこなせるっていう、やっぱ素晴らしい戦法だなと。民玉はですね、まあ、民玉は素晴らしい戦法なんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね皆さんもね民玉使っていただいて、バシバシこういう5段をね、こういう高段の5段とかをですねボコボコにしていただければなと思います。でね、まあ、普通はですね、まあ、5八玉って上がってくる人は大体右玉だなって分かってる時にこういう風な指し回しをしてくる人が多いんですけど、まあ最善というか、うん、それも考慮しながら組んでいけば5八玉もできなくはないと思うので、うん、こうやって組んでいけばですね、ただまあこうなったら、あ、ダメか、そう組み方としてはですね、そう、この局面では桂跳ねが
あると思うので、まあ、こう突きにくいよね、これね。突きにくいですよね。桂跳ねて4四銀バババって来ますもんね。まあここはこうでしょう、やっぱり。うん、でこうやってこう、でやっぱこの手順がいいと思いますね。こうやってつけばこうやってまず上がるしかないんで、でこう跳ねて、でここでねこう来ない人はそういないはず。まあこういう手はあるかもしれないですよ。こういう手の時は普通に腰掛け銀とか組んでいってもいいんじゃないかなと思いますし、でまあここでまあこうするのもあるのかな。結構勇気はいると思うんですけど、まあ、ありそうありそうですかね。うん、でまあこうしたらまだ待つみたいなね、こうやって待つって、まあ、この辺はね待つうちに入んないですけど、まあ、こうやって待つって、でも桃木ってこうやったらどうなんだろう。さすがに無理か、これ効果されそうですか。これはそうですね。でまあここまでやっぱり待たれたらもうこうやって上がるしかないと思うので、そしたらまあこうやってやってきますよね。なんでまあ5八玉っていう形もあるっていうのを考慮していただいて、でその場合はまあ一手で来る場合は5四歩5五歩をつかずに待機するっていう手も全然あるんじゃないかなと思います。はい、なんでよかったら皆さんも試していただければと思います。ということでね、今日はこんなところで終わりにしていきたいと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。タイマンの右玉は永久に不滅です。バイバイ。